明治大学は大学の名誉を汚す行為があったなどとして今日付で教授を懲戒免職にすることを明らかにしました。明治大学法科大学院の青柳浩一教授は今年5月に行われた司法試験で試験問題の作成などを担当する交際委員を務めていましたが、試験前に教え子だった20代の女性に憲法の論文試験の問題を漏洩した疑いがあり、東京地検特捜部が国家公務員法の守秘義務違反の疑いで捜査を進めています。これについて明治大学は大学の信用を傷つけ名誉を汚す行為があったとして青柳教授を今日付で懲戒免職にすることを明らかにしました。大学によりますと青柳教授は司法試験制度に対する信頼を大きく損ね、受験生をはじめ国民の皆様に多大なご迷惑と失望を与え、大学の信用や名誉を著しく損ねたことについて深くお詫び申し上げますとコメントしています。内閣府で開かれた上映会、北朝鮮に拉致された被害者の家族の解決への思いなどを収めたビデオメッセージです。必ず取り戻す愛する家族へというタイトルのおよそ30分の作品で、政府の拉致問題対策本部が制作しました。高齢化が進む被害者家族に代わって集会などで活用してもらうため制作されたビデオメッセージ、今後英語や韓国語など外国語版も制作される予定です。被害者家族が持っている心の奥から出る叫び声だというふうに理解していただいて、上手に使っていただきたい。100歳以上のお年寄りが初めて6万人を超えました。敬老の日に合わせて厚生労働省が行った調査によりますと、今月1日時点で6万1568人で、これまでで最も多くなっています。男性は7840人、女性は5万3728人で、女性が全体の 87% 余りです。最高齢は115歳の東京渋谷区に住む女性、また男性の最高齢は名古屋市の小出康太郎さんで112歳です。100歳以上の高齢者は平成10年に1万人を超え、ここ数年、毎年3000人から4000人程度増えています。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、画面左上、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は右上、画面右下、東京市場の株価は昨日の終値です。気象情報です。全国の今日の天気です。東日本や東北南部は晴れるところが多くなりますが、これまでの雨で地盤の緩んでいるところがありますので、引き続き土砂災害などに十分ご注意ください。東北北部の雨は朝まででしょう。北海道は曇りや雨のところが多くなりそうです。予想気温です。最高気温は28度前後のところが多くなりそうです。午前中の降水確率です。札幌、旭川、帯広で 50% となっています。午後は松江で 50%、 福岡は 40% です。週間予報、北海道から東海です。明日日曜日は関東甲信で日差しがあるものの雨の降るところが多いでしょう。近畿から南西諸島です。西日本も日曜日は不安定な天気でしょう。月曜日と火曜日は広く晴れそうです。ニュースと気象情報をお伝えしました。まもなく2時です。スーパーボウル制覇を目指す NFL の新シーズンがいよいよ始まりました。開幕戦、ピッツバーグスティーラーズとニューイングランドペイトリオッツの対戦をお伝えしています。昨シーズン AFC ノース地区優勝を果たしたスティーラーズとスーパーボウルを制覇したペイトリオッツの開幕戦です。ジャパンタイムズの池澤博さんの解説でこの開幕戦をお伝えしています。それではここまでのハイライトを紹介していきます。
ピッツバーグスティーラーズ開幕まず最初のプレーです。序盤はラン中心でこのランが行きました。ディアンジェル・ウィリアムズの18ヤードゲインです。テンポよく池田さんこの辺り行きましたね。そうなんですよね。ファーストプレーとしては非常にいい駆け出しでしたよね。ディフェンスでしたね。そしてこのドライブでフィールドゴールで3点というチャンスを得たんですが、それをそこにフットしてしまいました。そうなんですよね。44ヤードは決めたかったですよね。特にオフェンスリズムが良かっただけに。第2クォーターに入ってペイトリオツが先制します。ブレイディからグロンカウスキーへ16ヤードのタッチダウンパスが通りました。ここはね、ディフェンス準備ができてなかったところをね、見事にブレイディが突きましたよね。7対0として、そしてその後次のドライブでスティーラーズはスコビーがまたもフィールドゴールを外してしまいました。なかなか見ない。そうなんですよね、はい、やっぱりスティーラーズにとってフィールドゴールでの得点というのは大きな、まあ、ポイントゲッターになりますので、それが2回失敗するというのはちょっと痛いですよね。そうですね。ご覧のようにブレイディからグロンカウスキーへタッチダウンパスが取って、現在7対0ペイトリオッツがリードしています。シーズンの王者です。それでは第2クォーターの残り8分38秒です。ペイトリオッツのオフェンス、自陣36ヤード地点からスタートします。Young guys up front tonight drafted a pair of rookies in Shaq Mason and Trey Jackson coming in the fourth round. Baptism under fire on opening night, doing well so far in the 36 yard line. Brady off the play fake, fires over the middle. Edelman, big night for Julian Edelman, already 5 catches for him. First down. So far tonight, Tom Brady's getting the protection from that interior three of this offensive line. If you're going to beat Tom Brady, typically you have to get him to move laterally. The Steelers would have loved tonight to make Brady step to the side, but that interior three, they're young, but they're getting the job done. Around Lewis can go nowhere. He's stuck by Jarvis Jones at the line. Scrimmage only second down and 10. They need a whole bunch of that out of Jarvis Jones this year. They have been very open and honest. Keith Butler, the defensive coordinator, basically saying, it's time. You know, you're a guy. He led the nation in sacks, and we just haven't seen that. Look at the shot he put on Nate Solder there and came in, took care of Deion Lewis as well. He starts playing like that, Shazier plays the way that he can, this young defense will be a good match. Brady, three のつまみをワンタッチで。ボーン、ダニー。You know what's up? 夜市コーナーの発展でご提供いたし、しかエクササイズできる。プレミアムモミダマ、ネゼザ。It is a difficult prop. の一部のようだが、子供の大きさではない。2時間半が経った。調査できる時間は残りわずか。小林はギリギリまで探し続ける。小林の顔は意外にも晴れやか。